ズリーンは、チェコのズリーン州の都市、ドジェブニツェガ市にあり、1949年から1990年までの、市名はゴッドバルドフであった。現代の都市としての発展は、聖火会社バタと密接に結びついている。創業者、トマーシュバタの優れた経営手腕のため、ズリーンは、第一次世界大戦後の会社が、飛躍的に発展したことから有名になった。また、 現代的な計画都市でもある。最初にズリーンが記録に書かれたのは1322年に遡る。街となったのは1397年である。ザボと S スカイスクレーパーフロム1938人口がおよそ3000人だったズリーンの街はトマーシュバタが製菓工場を創業した後飛躍的に人口が急増した。バタの工場は第一次世界。 大戦中オーストリアハンガリー帝国軍に靴を供給した。会社の目覚ましい経済成長と労働者の名に不自由ない暮らしが増加したことでバタ自身が1923年にズリーン市長に選出された。バタは1932年に亡くなるまで自身の夢見る街の設計を続けた。当時のズリーンの人口はおよそ3万5千人だった。バタは 現代都市発展の目的のため名のある建築家たちを雇い、今日の構成主義の領霊と言われる町を残したのである。トマーシュの息子トマーシュは1939年にナチスドイツによって国外脱出を余儀なくされた。戦後、バタ製化会社は国有化された。彼はカナダへ逃れ、そこで父のように自治体バタワーを作った。世界恐慌の最中、 バタの経済的成功が終わりとなると多くの人が予言していた。しかし会社はさらに拡大していった。ズリーンは急成長する国際企業の戦略本部となった。バタマンたちは国境を越えて働いた。マレーシアから買い付けたゴム、インドの都市バタナガールに作った製花工場を通じてアルゼンチンから川を輸入するなど、チェーン式産業と国際供給を統括する。 市はその中心地となった。最重要の成果工場やズリーンの衛生都市と呼ばれた場所がチェコ国外に誕生した。これら新計画のすべてはバタの多くの急成長と並行してズリーンを基盤に雇用された人々が管理をしていた。チェコスロバキアの共産主義執政官は1932年の演説でバタは後に3年で破産するだろうと述べ、 モスクワかズリーンかと説いた。しかしそれは真実からほど遠かった。ズリーンは1948年に、1990年に氏名が元のズリーンに戻された。レトナーク、ありがとうございます。